思いつきみたいな夢、笑われた時もあったね。それでも必死に追い求め走ってきたよね。自分を疑った時、理想諦めそうな時でも、日が暮れるまでがむしゃらに捕まってた。そんな君を知っているから、夢はそんな君を裏切らないんだ。翔平がもたらすドラマの向こうに、それぞれ待っている栄光の扉が必ずあるんだ。一目も気にせずに泣いて笑って走り抜けたこの夏、一番長く熱かった夢のその続きへ輝け。今誰よりもその涙、過ごした時間の数だけ強くなってきたはずだから、さまでお晴れ。何もやらないで呼び刺す、誰かよりやって転んでる。人の方が未来って持ってるみたいだからさ、そんな君の夢が好きなんだ。そして夢はそんな君を裏切らないんだ。ありがとうございました。白菜配信を始めましたので、よかったら遊びに来てください。概要欄に詳細を貼っておきますのでご覧ください。ではまた。ご視聴ありがとうございました。気に入ってくれたらチャンネル登録、高評価してくれると嬉しいです。ブログやツイッターなどいろいろやってます。概要欄からチェックしてみてください。